レグニツァは、ポーランド南西、ドルヌイシロンスク県の都市。ポーランド語の主格では、レグニツァのように発音されるため、日本語でも、レグニツァと書かれることもある。ドイツ語での読みはリーグニッツ。20世紀初頭のレグニツァ2つの大きな塔を持つ横に、長い建物は、旧レグニツァ広告のレグニツァ城、現在のレグニツァ城の、彩色写真の左から右の方を眺めている。 レグニツァ城が解体され高層アパート群と緑地帯になっていることがわかるタキトゥスは著作。ゲルマニアで、プトレマイオスはマグナ・ゲルマニアの中で、ルイジという地名を記録した。古典的なドイツ民族主義士官の定説では、レグニツァ一体は、ケルト人と東ゲルマン人が旅行する交差地点で、ルジドゥヌムとグーグフの名前もレグニツァに属するものと、みなされ、東ゲルマン族が難欧へ立った時、 西スラブ人が愛たちへ移り住み、この地に定住した最初の一団となったとされている。しかし、ルジドヌムとグーグフの名前もルーク族を語源としており、原因はどちらもルーク人の町で、このルーク族はプロトスラブ系である。ルーク族はプシェボルスク文化に属し、ポーランド建国時の中心部族レック人のことではないかと言われている。プシェボルスク文化はプロトスラブ系、ケルト系、 東ゲルマン系の根高文化であったと推定されている。7世紀から定住していた市が初めて公式に、年代記に名前が載るのは1004年からである。レグニツァはもともとリグニツァとして知られていた。1163年に氏もシレジア港の居住地となり、1248年から1675年までの間、ピアスとアサのシレジア文家が支配する広告の主座となった。 レグニツァは1241年4月9日、近郊のレグニツキエポーレで起きたレグニツァの戦いで有名になった。シレジアのヘンリック2世へ率いるキリスト教軍は、ポーランド封権貴族やバイエルン封権貴族、騎士修道会の支援を受けたが、モンゴル軍に決定的な大敗を喫した。モンゴル軍にヘンリック2世を殺害され彼の軍は壊滅されたが、モンゴルのヨーロッパ侵攻は停止した。 この戦いを記念する小さな式典が毎年レグニツァで開催されている。レグニツァ広告の首都として14世紀に中世における最盛期を迎え、レグニツァは中央の重要都市の一つとなった。およそ人口は1万6000人を数えた。レグニツァとズートリアの街の間を流れるカチャバ川で金が発見されると、市はた叩く間に拡大した。レグニツァは 他のシレジアの広告と共に歩み、14世紀には、新生ローマ帝国内に含まれる、ボヘミア王国の配下となった。宗教改革が広告に紹介されたのは1522年と早く、人口の多数がルター派となった。ラヨシュ2世が1526年のモハーチの戦いで、戦死すると、レグニツァは、オーストリアのハプスブルク家に継承された。シレジアの最初の地図は、 地元出身のマルティン・ヘルビグが作成した。1676年、最後のシレジアのピャスト家のレグニツァ公イエジ・ビルヘルムが死ぬと、早くからの継承されてきた条約で、ブランデンブルクとシレジアが、ホーエンツォレルン家のブランデンブルクのものであったにも、かかわらず、死は、ハプスブルク家の直接統治となった。レグニツァ大聖堂1742年、リーグニッツを含むシレジアの全土は、 プロイセン王国の領土となった。1760年、7年戦争の最中、リーグニッツは、リーグニッツの戦いの場となり、フリードリヒ2 0軍は、エルンスト・ギデオン・フォンラウドに率いるオーストリア軍に、打ち勝った。1813年、ナポレオン戦争では、プロイセンの陸軍元帥、ゲプハルト・レベレヒト・フォンブリュフヘル率いるプロイセン軍は、ジャック・マクドナル率いるフランス軍に、 近郊のカッツバッハの戦いで打ち勝ったウィーン会議でプロイセンの行政再組織化がされリーグニッツと周辺領土は合併して1816年5月1日に行政区リーグニッツとなったプロイセン王国の立ち行きと同様に町は1871年にドイツ統一の最中にドイツ帝国の一部となった1874年1月1日リーグニッツは 市も、シレジア第三の市となった。1910年の国勢調査で、リーグニッツの人口95.86%が、自らを、ドイツ人と答え、0.15%が、ドイツ人かつ、ポーランド人の両方であると答え、1.27%が、ポーランド人と答え、2.26%が、ベンド人と答え、0.19%が、チェコ人と答えた。 1937年4月1日、近隣の自治体アルトベッケルンら他4つと合併して、新たなリーグニッツ市となった。第一次世界大戦後のベルサイユ条約で、リーグニッツは新たに創設された死シレジア地方となり、その後1941年までシレジア地方となった。再び死シレジア県となったのは1941年から1945年の間である。 第二次世界大戦後にナチスドイツが敗北するとリーグニッツと内瀬川東部のシレジア全土は1945年のポツダム会談によってポーランドの領土となった。1945年から1947年の間のドイツ人追放でドイツ人住民はリーグニッツを追われポーランド人が代わって移住しポーランド語の使命リグニツァを古文体にしたレグニツァに改名した。 ポツダム会談で決定したキューリングニッツのポーランドへの遺憾は、東ドイツとは1950年にツゴルツェレチ条約で、西ドイツとはビリー・ブラント首相時代の1970年のワルシャワ条約で公式に確認された。最後に再統一したドイツと1990年にドイツ最終規定条約において同意がなされた。1990年には一握りのポーランド化した。 ドイツ人住民が残っているに過ぎなかった。1945年から1990年の冷戦の間、ポーランドにおけるソビエト軍本部がレグニツァに置かれていた。この事実は市の生活に強力な影響を与えた。この時代、市はポーランド人区とソビエト人区に分割され、後者は行き来が制限されていた。1945年7月に最初に区ができたのはソビエト側が 新たにやってきた、ポーランド人住民を強制的に排除し、自分たち自身の使用のため独占したことに始まった。中世レグニツァ広告のレグニツァ上はこの時、解体された。排除は一部には、暴力的行動と知られ、誰が、どのようなやり方で殺害されたか何の証拠もないものの、噂が、その過酷さを誇張し広がっていった。1946年4月1日、市の公式長遺産では、 住民は、ポーランド人16,700人、ドイツ人12,800人、6万人のソビート人という割合であった。レグニツァには、西ヨーロッパを核攻撃するための大量の核弾頭や中距離ミサイルが配備された。最終的に、ソビート軍がレグニツァを出て行ったのは1993年であった。ここにあったすべての核弾頭や中距離ミサイルはこの時、 ロシア本土に引き上げられた。1950年から1960年代、地元の石炭とニッケル産業は、地域の経済成長の主要要因となった。レグニツァには700ヘクタールにもなる公園と庭園がある。多くは、カチャバ川岸に沿って広がる。レグニツァ南部には高速道 A4 が通る、19のバス路線がある。また、1600メートル滑走路を持つ。 旧ソビエト連邦時代の空軍基地を再利用したものだが商用に使われなくなった。ありがとうございます。